とある魔術の禁書目録とある科学の一方通行とある科学の一方通行は原作鎌池和馬作画山地新キャラクターデザイン灰村清隆山地新による日本の漫画作品角川カカの月刊コミック電撃大王にて2014年2月号から2020年9月号まで連載された鎌池和馬のライトノベルシリーズ とある魔術の禁書目録の登場人物の一人、一方通行を主人公とするスピンオフ作品で、正式タイトルは、とある魔術の禁書目録外伝とある、科学の一方通行。時系列は、禁書目録無印5巻から8巻の間で、作中9月上旬に相当する。同じく、月刊コミック電撃画用の連載作品である、とある科学の超電磁法同様、 舞台である学園都市で起きる事件が描かれているが、超伝磁法と違い本編、金書目録にもある魔術的要素も描かれている。なお、同社の電撃大王では2015年12月号から2019年1月号にかけて、関津テトの作画によるスピンオフ4コマ漫画、とある空像の一方通行様も連載されていた。連載に先駆け、 キャンペーンサイトとある夏季の限定企画にて冒頭25ページが先行公開されていた。2019年にテレビアニメが放送され、資料術支編が映像化される。東京都の西側3分の1の規模、総人口230万人のうち8割を学生が占める学園都市。その学園都市でも7人しかいない超能力者の一人であり、 学園都市最強の超能力者、一方通行は、打ち止めを救った代償としてのように損傷を負い、入院生活を余儀なくさせられていた。資料術紙編神の飲み物編、アニメオリジナルキャラクターを扱う。兵器組織2018年10月7日、ベルサール秋葉原で行われた、電撃文庫25周年記念秋の電撃祭にて、テレビアニメ化が発表された。 2019年7月から9月まで ATX 他にて放送された。資料術紙ペンにアニメオリジナル要素を加えてアニメ化しており、アニメオリジナルキャラクターも登場する。一方通行役の岡本信彦と内富役の日高、リナによるインターネットラジオ番組、とあるラジオの一方通行が BD、DVD の第2巻、第3巻の特典 CD に収録される。 2019年7月13日には、大霊会が、おと泉にて、限定配信された。とある偶像の一方通行様に関するカテゴリー。ありがとうございます。